ロバート・ギャレットはアメリカ合衆国メリーランド州出身の男子陸上競技選手である。第1回オリンピックに砲丸投げ他3つの種目で出場した。砲丸投げと円盤投げの投てき2種目で優勝する。総高跳びと総幅跳びの跳躍2種目では銀メダルを獲得し、フィールド種目で4つのメダルを獲得した。裕福な家に生まれたギャレットは 陸上競技に優れた才能を見せていた。もともとは、砲丸投げの選手であったが、跳躍競技にも取り組んでいた。プリンストン大学で学んでいた時、第1回のオリンピックが開催されることになり、出場することを決意する。大学の教授からは、円盤投げに出場するよう勧められた。ギャレットは、歴史の専門家相談し、円盤の絵を描いてもらい、 それをもとに鍛冶屋に円盤を作ってもらった。ところが、鍛冶屋が作った円盤は1 4ラムもある白物で、遠くまで投げるのが困難なものであった。そのため彼は、円盤投げに参加するのをやめることを決意した。しかし、アテネで、彼が見た本物の円盤はごとんどにも満たないものである、ことを知り喜び、本意して円盤投げに参加することに決めた。 ギリシャの円盤投げの選手は型にこだわっていた。最後の一刀を除いて、どの投敵も古代ギリシャの男が蘇ったようだった。しかし、ギャレットの投げ方は違った。ハンマー投げで行うような投げ方で、右手で円盤をつかむとぐるぐると回って、ものすごい勢いで放り投げた。最初の二刀は、ぎっこちなく、出来が悪かった。地面に平行に回転せずぐらつきながら飛んで行き、 危うく観客に当たるところであった。彼の投げ方に観客から嘲笑の声が上がった。しかし、彼の最終投擲でギリシャのパナギオティスパラスケボポーロスのベスト投擲を超える29.15メートルの投擲を見せると、彼を嘲笑う観客たちの声はやみ、自らの伝統競技で敗れたことで、会場は呆然とした状態になった。円盤投げのほかギャレットは 砲丸投げで11.22メートルを投げ1位、さらに層高飛びでも1.65メートルで3位、総幅飛びでも6.00メートルで2位という結果を残した。1900年パリオリンピックでも砲丸投げと立ち3段飛べで銅メダルを獲得。しかし前回大会で優勝した円盤投げは競技がキリスト教の安息日の日曜日に行われたため出場しなかったという。 ありがとうございます。